情動的にガクンと来る出来事っていうのは人間にたくさんあるわけだ。我々は強い情動が起きる出来事、何でもいいよ、皆さんのこれから何かものすごく自分がしまった、大失敗したで引きずっちゃうような出来事で、それが今でもある人はまさにすぐ利用してほしいんだけど、でそういう時に IQ が下がる、そういった情動優位な状態はすぐ下げなきゃいけない。そういったカリキュラムは複数あるんだけど、その中で今日は一番簡単なのを話をする。普段俺が教えてるコーチングのクラスの中であんまり言ってない話、逆に言うとそんな貴重なのを YouTube でいいんですかみたいなのもあるけど、まあでもね、いい話をするわけだから、そうでしょ。でそういうやり方の中で一番単純なやり方ね、それは白黒テレビ方式、それもアナログ。だから場面は今その場面はきっとフルカラー3次元立体で来るわけだ、でしょ。それをその場面を白黒にまず描いてほしいわけで、3次元立体性ないの写真みたいな感じ、白黒写真みたいな平面的な立体感のない絵に変える、わかる。だから3次元映画の変更メガネを取っ払うみたいな感じ、3次元を2次元にパッと変える、そして色を白黒に描いてほしいわけ。だから二次元か白黒かをまずやる。意外とね、人間っていうのは記憶の体験で思い出したのをパッと白黒にしたいと思えば意外とできるでしょ。でそして皆さんのテレビのスクリーンには2つのノブがついてる、わかる。白黒はもう白黒スイッチでいいよ、一瞬で白黒に変える。でその何、一つのスイッチはこのノブをクニョーンと、まあ、大体ボリュームはこっちだと絞りだからさ、絞り側に絞ってくると、その白黒のコントラストがどんどん薄くなって淡い色になって、ほとんどただの淡い絵に変わる。コントラストを下げる、映像コントラストをギョワーッとアナログ的に描いてほしいわけ、わかる。だからカラーを白黒にしてコントラストを下げる、淡い絵に描いてほしい。これは右のノブ、左のノブをグワーンと回すと、今度はその画面全体の絵を縮小して、画面の左下に縮小して消してほしいのね。ほわーっとちっちゃくして、画面全体を左下にちょわーっと縮小して最後消える、わかる。だからまず皆さんが情動体験をしちゃったら、その情動体験を記憶の中だよ、のその体験をすぐに白黒に変える、平面的な絵に変える、そしてノブで色を思いっきり淡くする。そして同時にやってもいいね、こうやって慣れてきたら、そして左の右のノブで白画像のコントラストを下げ、左のノブで映像を、まあ、大体左下っていうやり方がなんとなくこのノブの方に近づいていく感じだから、まあ、やりやすいと思うんだけど、絵全体を、画面の絵を画像をふわーっとちっちゃくして左下にしてゼロに消す、わかる。この2つのノブを皆さんのメンタルの中に作っておいてほしいってことね。で場面のを体験した時にもうやっちゃうのが一番、もしくはトラウマティックなことをふと思い出したりして情動が出てきちゃうでしょ。その時に白黒に変えてつまみで色を淡くしてサイズをちっちゃくして画面の下にちっちゃくして捕まえてポイ、そうするとこれポイやってると本当に胸の中でこの辺が痛いみたいな、その痛みってあるわけでしょ、人間って。だから昔からハートが痛いって言ってるのは本当に頭が痛いはずじゃん、脳で起きるって。でも脳じゃなくてこの辺が痛く感じるのがお腹が痛かったりするわけだ、そういうものなのよ人間っていうのは。でしょ。でそれをポイってして、もちろんここからポイしてもいいけど、でポイってしてると本当にすっきりしてその痛みがどんどん消えていくから、これでそれがイモーションコントロールのコツなんで、ものすごい単純な方法なんで、別にこれ俺が発明したわけじゃなく、まあつまみでもしかしたら俺が教えてやるかもしれないけど、少なくともそういうやり方というのは情動に対する反応を弱くしていくっていう、それは昔からある方法で、認知行動療法なんかでも使われている療法だけど、俺が教えてて一番簡単なやり方を一つ今教えました。普段のコーチングであんまり説明してません。